皆さんこんにちは、アリョーナです。今日は福岡からの配信なんですが、今日はなんとですね、福岡名物の水炊き鍋を食べたいと思います。で、今回は花緑っていう店にしましたが、これはですね、福岡県民のですね一押しでしたので、美味しいことは間違いないんでしょうね。はい、早速お店に入りましたが、メニューに何があるのかな。確かにですね、花緑さんは一人からでもお鍋が頼めるので、一人でもですね入りやすいんですよね。まずは白ワインで乾杯したいと思います。水炊き鍋と白ワインの相性抜群だと個人的に思っています。はい、そして早速お通しが来ましたが、実は皆さん、私はこれ何なのかよく分かりません。で、店員さんに聞くのも少し恥ずかしかったので、今回はですね聞かずに食べてみた。きっと皆さんの中に分かる方がいるかと思いますので、ぜひコメントで教えてください。味は不思議でしたが美味しかったですね。何なんでしょうね、本当にね、食べてみても分かりません。見た目はやはり少し不思議ですね。今日の白ワインも美味しいですね。はい、本日の前菜ですね、鴨入りのサラダ、やはりこの盛り付けが素敵ですね。私は葉っぱ類がないと生きていられない人間ですので、いつもですね頼めるときは必ずサラダとかを頼むようにしています。レタスもドレッシングもカマも美味しいので、前菜に本当に完璧です。そろそろお鍋も来るかな。はい、お鍋がやってきました。水炊き鍋だけあって、やはりこちらの状態での見た目はすごいシンプルですね。あ、沸騰したってことですよね、今。そうですね、あと少しで沸騰。お鍋の面倒は店員さんが優しく見てくれます。あ、いい香りがしてきましたね。すごい、はい。スープにネギと塩はお入れとしますか。あ、はい。これで何ができるのかな。あ、なるほどなるほど、こういう風にスープを入れてくれるんですね。これも美味しそうですね。美味しそう。次に、はい、ポン酢をお入れしてよろしいですか。お願いします。すごい。次にミンチとお肉を追加します。はい、お願いします。柚子胡椒はお好みでお入れください。はい、おいしそう。あ、すごい、これが一人分なんですね。そうですね、一人分です。あ、すごい、しっかりと入ってます。結構お腹いっぱい。それがミンチでございます。つなぎに山芋と卵を使用しておりますが、アレルギーはございません。特にないです。はい、お願いします。ミンチは浮いてから 1,2 分ほどでお召し上がりいただけます。はい、でもすぐできそうですね。そうですね、すぐ。こちらが切り身です。
あの、なんだろうなって思ったら唐揚げゼリー。はい、お肉は4、5分ほどでお召し上がりいただけます。野菜も来ましたね。はい、それではスープを飲んでみます。いや、これは表現できない美味しさですね。ものすごい味はシンプルなんですが、心も体も温まる味でございます。これは一杯では全然足りないですね。ではでは、ぼちぼち野菜を入れましょう。はい、そろそろお肉もいい感じなので食べてみたいと思います。いただきます。あ、やっぱりこれは別格ですね。ものすごくシンプルなんですが、そのゆえに本当に美味しいんですよね。飽きないんですよね。ではもう少し食べます。ポン酢も薄くなっちゃったんで少し追加しておこうっと。もちろんつくねも別格でございます。皮がおかしくなったぐらいなんですけど、うまいです。本当にうまいです。中に入ってるのはお肉と野菜だけですので、すごくヘルシーな食事でもありますよね。美味しいだけじゃなくてね。ではでは、野菜も食べてみます。お鍋のですね、こういう野菜って本当にですね、お腹に優しいので、美味しいしお腹に優しいし、個人的に最高だと思います。つくねもね、気に入りましたね。私はもう少しですね、野菜が残っていますので入れたいと思います。なんだこの顔って自分でも思うんですけど、あんまりにも美味しすぎて、もうですね、自分自身がとろけそうな感じです。最後に店員さんがお雑炊を作りに来てくれました。お雑炊は楽しみですね。ご飯もですね、実は選べるようになっていますので、今日は私は雑穀米にすることにしました。一番ヘルシーですよね。店員さんがこうやってね、丁寧に作ってくれますので、美味しくないわけがないんですよね。最後に溶き卵をかけます。ネギはお入れしますか？あ、なしで大丈夫です。はい、
はい、それではお雑炊を食べてみます。実はですね、私はいつもお鍋食べるときって、お雑炊のときになるときはいつももうお腹いっぱいで、なんだかですね、お雑炊を食べないことが多いんですが、今日はですね、食べたくて仕方がなかったので食べてみることにしました。そしてそう、明太子もついてるんですけれども、美味しいですよ。で、お雑炊はですね、本当に本当に美味しくて、自分自身もですね、本当にびっくりしちゃいました。今日はですね、まさか完食しちゃうのですか？まさか。はい、美味しすぎてお箸でゆっくり食べるよりもですね、こうやって飲んだ方が美味しいんですよ。まあ、行儀はあんまり良くないかもしれないんですが、これはですね、全部美味しさが悪いんですよ。美味しさのせいでございます。そして今回、普通の白米じゃなくて雑穀米にしたのも個人的に正解だと思います。なんて説明すればいいんでしょうか。結構ですね、味が違ってきます。皆さんもぜひ雑穀米に挑戦してみてください。もうですね、顔がとんでもないことになってしまいました。美味しさのあまり。はい、これは実は人生で初めてやることなんですけれども、今回美味しさのあまりですね、私はおかわりをいただくことにしました。もうですね、これは一粒も残せないぐらいに美味しいんですよ。はい、というわけでいただこうと思いますが、実は今日の動画はここまでになります。皆さん、博多の水炊き鍋はいかがでしたでしょうか。私はですね、もう最高に楽しむことができました。これからも水炊きをたくさん食べたいと思います。動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。また次の美味しいお料理屋さんでお会いしましょう。ではバイバーイ。